なんかみんな他のロッキーの同期バンドの練習とか全然見てなかったから、こんなにみんなクオリティの高いもんだと思ってなくて、なんか、ね、出てきて俺らいきなりグリーンズのパクって何の報告もなしに本当に申し訳ないし、なんか別に替え歌もしてない、ただ歌っただけだし、何してんの？やるのそれ、何なんだそれ。でもそんなバレエのあのちょっと本来禁止されてる禁止されてることをちょっとやってしまいます。本当に申し訳ないです。ちょっとほんでちょっとだけなんで許してください、同期の皆さん。そこまでじゃない。27歳だから日中休んでも仕方ないって、それはもちろん仕方ないって、それでも私は抵抗するで。フェアリーテルは咲き死んだみたい、
でサークルを引っ張っていかなきゃいけないので僕たちも頑張るので、ロックオキさんはこれから就活とかいろいろ大変になると思うんですけど、まあこれから頑張れーのドスベリー。